よろしくお願いしますいやー、カメラすごいですね、ね <laughs> はい、あのお話伺っておりましたら、ね、あのー、丸亀のファンとの交流のボーリング大会が、はい、2019年の2月にあってぶりのそうですね、はい、このファンの方の前に立たれるということで。はいはい レアですね本当にか、はい、<laughs> なかなかね呼ばれなかった。これからはどんどんそうですね呼ばれたらはい、はい、どこにでも行くつもりではいます。はい、はい、ね2019年あのクイーンズクライマックス2018年のクイーンズクライマックスでこう締められて、はい、そこからはお休みに入られそうですねはい、はい、2019年こう1年間 時間はたっぷりありましたけれども、はい、たっぷりありましたね、はい、何をして過ごされていらっしゃいました、えー、寝て寝て、はい、<laughs> 旅行行って、はい、終わりました出産して、はい、終わりました出産 <laughs>、ね、おめでとうございます、はい、元気な赤ちゃんはい、はい、元気な赤ちゃんね、2018年のね年末に 電撃で結婚の発表されてはいはい伝劇ですかねはい <laughs> いやあれもなんかニュースでバーっと出たでしょそうなんですかね、うん、はい多分 YouTube にもねたくさん上がってましたよあそうですかはい、はい、ありがとうございますもうちょっとここ自覚持ってもらっていいですか人気がありますよって <laughs> <laughs> おこおこがましいですね <laughs> ね,ねじゃあ2019年はあの ゆっくり過ごされてそうですね、うん、もうこんなにゆっくり過ごしたの多分人生で初めてぐらいゆっくり過ごしましたねあ本当ですか高校生の夏休み以来ぶりぐらいぶりぐらいにはい旅行にね行かれたとお話出ましたけれどもどこにえっと石垣島と宮古島はい、はい、韓国はいグアムはい熊本にも行きましたねはいあ 結構行きましたね結構本当に国内から海外まで一番楽しかった旅行っていうのはえ全部楽しかったですけどねそれはどなたと一緒に沖縄は旦那さんと行って宮古島宮古島じゃない熊本は小池彩乃ちゃんと大山千尋ちゃんと行って。 で韓国は松瀬ろ美さんと薮内瑞稀ちゃんと言ってグアムは出口真子ちゃんと関野彩ちゃんとなんかもうそのいろんな本当にそうですね女子選手とチーム問わず年齢問わずですねそんな女子選手でなかなかこう皆さんねレースで忙しい中 スケジュール合わせるの大変じゃないですか。そうですね。まあでも結構みんなフライングするメンバーなので <laughs> <laughs> フライング休みに合わせてフライング休みが会えばですね。はいはい、あなるほど。えー、じゃああの沖縄にじゃ旦那さんと行かれた時は泳ぐんですか。泳ぎました。えっ、ー、と宮古島、うん、石垣島は泳いでないんですけど、はい、宮古島を泳ぎましたね。へえ。一匹に。 いやいやもうね臨月だったんでそんな時に臨月入りたての頃だったんでそんな時にじゃあ上りに行ったんですか？アクティブにえそうなん宮古島でウム覚悟で行きましたけどはい全然で生まれなかったですか？えグアムはじゃあグアムはねもう全然初期初期の方に行きましたはいまだ判定期はいてなかった時に行ったんですけどはいそれは気づいてなかったとかではなくいや気づきながらも行きました行きましたかえそれもじゃあ アクティブにでもねその時はアクティブには遊べなかったですあ遊べなかったやっぱりもうゆっくりゆっくりゆっくりしましたのんびりのんびりあったかいところで二月だった二月かなあったかいところに行っただけみたいな感じでしたねそうなんですねえじゃああの子育て絶賛されている最中で最中ですねはい。な過去のこうトークショーとかをちょっとあのネットとかで拝見させていただいたんですけれども 料理はしないって断言してた感じなんですけれども、はい、ままあ実際にこう結婚されてお子様生まれてこうしないっていうよりもせざるを得ない状況になってくるではないですかどうなんですか今の現状今はまあし,、はい、しないまではいかないですけど、えーうん、たまにしますかね。 旦那さんが帰ってきた時だけ一緒に一緒にします二人で一緒に一緒にだったらではないそうですねクックパッド見ながらこれやってあれあれするけみたいな感じで互いに分担性でやってますあそうなんですねえ得意料理ずばりえ得意料理とかないですか どれが一番、洗濯はね、めちゃくちゃ好きなんですよ。そうなんですね。なんかすっきりするんで、洗濯するとね。洗濯は好きです。あ、はい。へえ、そうなんですね。洗濯。はい。掃除。料理ぐらいですかね。じゃ料理が、ちょっと料理が一番嫌いかもしれない。ですめんどくさいですよね。はい。準備から片付けまで。まで。はい。そうですね。でもね、やっぱり、こう。人間の欲としては。ま睡眠とかもあるんですけど、やっぱり食欲。 大事じゃないでですかう妊娠中がものすごい食欲だったんでそれはすごかったですね、食欲は。じゃあもう、選手時代はどうだったんですか、体重のね、体重は増やす方でした、私は。増やすあお重り積まないといけなかったですね。妊娠して1 8キロ太って。 6 3キロぐらいまで行って見たこともないびっくりししまたね体重ですよねまだ戻ってないんですけどこれからねそうですね戻さないとですねあの運動とかは普段されてるんです段まあジムとかは妊娠する前は行ってたんですけどまだやっぱ今は時間がなくてまだ行けないですけどしたいです運動は。ね まあ、時間がないほど、こう、やっぱり子育てって。大変です。大変ですね、ねもう、本当に世のお母さん。はい。尊敬します。<laughs> 世のお母さん。尊敬ですか。尊敬しますね。ねはい、え、でも、近くにね、本当に。レーサーでも、先輩であり。ね、お母さんとしても、先輩である。ね、いい選手の方々いらっしゃる、ね、と、はい、思いますけれども、こう、なんか、こう、アドバイスとか。え、めちゃくちゃくれますよ、なんか。 家に来てこうした方がいいわ。はい、こうここにベッドを置くのはちょっととかそういうのも全部教えてくれます。はい、え、そのベッドの配置からそうですね。やっぱどこわ、はい、かんないじゃないですか。二、えー、人二人しか今までいなかったのが一人増えると、はい、ねどこにどう置いたらいいのかとか全部教えてくれました。えー、それは誰が？それはね平山さんが教えてくれて、はい、家にてて、はい、家に来てくださって、はい <え>ここはちょっとなみたいな,なんか、はい、やっぱほこりとかたまったりするじゃないですか、えー、そういうのもなんか気にしてみてくれたりとか、はい、ほこりがたまるこうこう動線的にいいんじゃなくほ,、はい、ほこりがたまったりとかも、ね、とかエアコンの風とか風があ当たるけんここはやめといたほうがいいんじゃないとか言ってくれたりしましたへえー、じゃあもうそれをちゃんと実践してそうですねはい、うん、そうなんですね <laughs>、はい えお子さん、生まれてどれぐらい今、明日でちょうど3か月ですね。あ3ヶ月、はい、何がこう一番こう感動はもちろん、生まれた時,れた時感動っていう,か,もうなんかやりきった感の方がいやなんかね、さっきお話伺ってたら2日間、ね 2> はい、かかったっておっしゃってましてか、はいはい、かなりきつかったいやめちゃくちゃしんどかったですね、本当に。へー ねえ、えじゃあもうその二日間を経てこうやりきった感。そうですね。もう私はもうやりきった感しかなかったです。<laughs> もう本当に早く終わってほしかったんで、えー、もうそれがやっと終わったってもう寝てないし、はい、食べてなかったんで鎮、はい、痛中。はい、えー。もうそれが一番きつかったですね。はい、えー、じゃああのこう今まだねこう寝てるか泣いてるかミルク飲んでるかとかだと思うんですけれども、はい、こう。 やっぱりこう、見ててこう幸せだなって。思う瞬間。思う瞬間ですか。はい。ええ。なんですかね、寝てる時はもうめちゃくちゃ可愛いですね。<laughs> めちゃくちゃ可愛い。<laughs> <laughs> <laughs> 泣いた、泣いたらこう、やっぱりこう、泣いたら、もうなん、うん、なんか、お腹いっぱいなのに。こう、泣いたりする時とかは、どうしたらいいか、まだ分かんなくて、ちょっと困ってます、うん。 ね、あのご主人もボートレーサーでいらっしゃって今、絶賛こうレースに入られてると思うんですけれども、はい、じゃあそういう時はももう本当に一一人人で人あでも自分の母親がすごく手伝ってくれてるんで自分と母親と二人でで見ててるかなって感じです、はい、今、一番じゃあこうこう手柄離れるとしたらこう何が一番やりたい 寝たいです寝たい,寝たい。もう熟睡したいですね<あ>、はい、邪魔されずに <laughs> 熟睡できてない感じですかそうですねやっぱ夜中結構起きたりするんで、えー、寝たいですか、ね、私の知り合いのお母さんは子供が泣いてても全然寝れるって私ね結構音に敏感で、はい、旦那さんのそういう歯ぎしりとかでも起きちゃうんですけど なんでもう子供がちょっとこう、うってこう動くだけでも目覚めるんですよ私、はい。私、はい。え、じゃ、僕、すごい敏感じゃないですか。うん,うん。多分敏感な方だと思います。じゃ、あの、ね、レース場行ったら、こう宿舎で。ね、一生に狙いといけないところとかもあったと思うんですけれども。耳栓してます。でも宿舎は。耳栓。はい してあでも今でもしてますけどね耳栓家で <laughs> 家で家で家でもさすがにちょっときつい時は耳栓して寝て、はい、でギャーって泣いたら絶対聞こえるんで、はい、それで起きて、はい、ちょっとこう動いたぐらいでは起きんぐらいの耳栓をしてますはいじゃたまに耳栓ってねなかなか私使うことはないんですけれども結構じゃあ役に立つと思いますーレース中とかは特にはいじゃもう宿舎にこう持っていく 必需品そうですね持って行てますね耳栓耳栓あとは何ですかえっ歯ブラシとかそんな誰でも持って必需品必需品なんか絶対に持っていくもの絶対持っていくものなんかねあのマットレス持って行く方とかいますねねマットレスは持っていかないですけど枕は持っててましたねあっ枕はいなんかレース場によったらなんかちょっと 硬い枕とか、柔らかい枕とか、いろいろあるんで。で、結構私肩こりがひどいんで、枕を持って行ってました、はい。そうなんですね。はい、え、それは、こう、自分専用に。こう、高さとかを合わせて。せてはい。いっやっぱり、こう、枕で、全然違うもんですか。違うと思います。多分。へえー。<laughs> いい枕。い,い、い,いんですかね。まあ、自分に合った枕って感じですか、ね。はい。はい、あ、じゃ、それを使うことによって、こう、肩こりとか。 だいぶ、はいまあ、まあひどいですけどだいぶ軽減はされました、はい、あそうなんですね、はい、じゃあもうこうレースにこう向かうに万全なこう体調を作るにはそういうこう枕とかも大事そうですねだと思いますやっぱ体資本なんでこれからじゃあまたねまだ 決まってはそうですねないでょうけれども腹筋に向けて体作りもね。そうですね。まず痩せないとですね。今何キロですか？今ね。言っていいんですか？いいいいと思うんですね。いいいいんですか？五十キロぐらいあると思います。あはい。だいぶ痩せたんですけどねこれも。なんかね四十五がベストって。そうです。四十七？四十七がベストですか？じゃああと三キロ。元の体重だったあと五キロぐらいですかね。はい。 うんまあでもレースに望むってなったら自然にそう、ね、気持ち的にナイトですね、はい、頑張ります、ダイエット。じゃあ2020年始まったばっかりですけれどもこの2020年のこうどこかでですねまた復帰見られたら。はい 頑張ります、ね、いいですね、はい、頑張っていただきたい <laughs>、ね、年末クイーンズクライマックス会ってましたけれどもご覧になられましたああいうのを見てたらこうやっぱり走りたいなっていうかそうですね、走りたい、まあ、クライマックス見る前からもう結構レース見てたんですけど、はい、いろんな人のレース見てたんですけど、えー、やっぱ走りたいいっって思ますねやぱりこう家でもレースは見てる。 そうですねですね時間があったら見てます、はいまあ、ずっとついてるあ携帯であ携帯でですね今、見れますもんね。はい、じゃあね、まあ、そんなこんな話してたらお時間が、はい、はやってまいりましたこの,後の、まあとの Q レース発売中に再登場いただきまして先ほどお配りした抽選券で先ほどサインいただきましたぬいぐるみとマフラータオル。 ね、プレゼントしていただきたいと思います。はい、一旦退場となります。ので、はい、皆さん拍手でお送りください。中村桃香選手でした。ありがとうございました。したそれでは、早速ご登場いただきましょう。皆さん、拍手でお迎えください。中村桃香選手です。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。い。いや、サイン、サインゼムでしたね。はい、すごいもう、はい、ありがとうございました。いい いはいいありがたい、ね、あの中村選手、ここ下関の水面はもうまだ、ね、思い出に残っていらっしゃる、ねはいはい、初優勝されて2014年5月にデビューされて2016年の1月22日ここ、ね、下関で初優勝、はいはい、いやーでもそうそうたるこうメンバーに囲まれての。 エンジンがもうすごかったね。さあ,あ,あ、そうなんですか。はい、めちゃくちゃ良かったです、えー。緊張とかっていやもうね。優勝できるとか思ってまさかね。はい、できるとかも。も 1,、うん、1>, 1ミリも思ってなかったんで、えー、もういつも通りのレースと思って行ったら、はいうん、まさかみたいな感じでした。ね<ー>はい、534のね。目でまっくり差しはい。はい、こまいちのトップスタートだったんですけれども、デビューしてから1年。 八ヶ月目での初優勝。はい、はい。なんかこう早いというか、私はなんかこうイメージとしてはですよ。はい。うん。早いどうなんですか,んですか、ね、水神祭して初優勝して、ね、そしてまあ G3 優勝して G2 優勝してみたいなね、はい、どんどんこうレーサーとしての。そうですね。まあでもね、たまたま、うん。 できただけで、はい、そうなんですかたま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 だと思います本当に。え、自分がこうレースに臨むにあたり、こう強みというか、え、なんですかね。ちょっと前までは、はい、頑張ってスタートだけは行こうとか思ってたんですけど、F2 したんで、はい、スタートのセンスないなと思って、もうちょっと自粛します。これからは。を F2 したらやっぱり。 ちょっとこう気持ち的にそうですねなんかする気なかった全然、はいえー、あの入ってるスタートでと思っていって普通したんで、はいえー、ちょっとなんかもう自分の勘が信じられなくはなりましたその後はあ、はい、そうなんですねやっぱこうランプがこうついた時どんな気持ちなんですかあの一瞬、えー、一瞬で <laughs> 2>, 2本目は入ってると思っていったんで、はいえー、マジかーみたいな感じでもうなんかが みたたいな感じじでしたあじゃあもうピットに戻りながらピットに戻ってまず第一声が、はい、マジかって叫びました、はい、先輩にそうなんですか <laughs> マジだよみたいなマジやでってなんか言われましたはいそうなんですねあのー、中村選手のこうデータをちょっと調べていったんですけれども 1>,、はい、まあ1着率2着率3着率ともに、まあ、2018年のデータですが、まあ、1号艇2号艇 5号艇の順にこう勝率がいいというかあそうなんですか,え、はい、1> 1から六の順でそうですそうですそうなんですかそうなんですええっっていう感じいや私3号艇とかもう超苦手なんですけど、はい、だからなんか3 1号艇2号艇5号艇でした5号艇五号手号艇だ125だですね、うん、そんな感じだと思うでも2も別にそんな。うん ね、勝ってるイメージないんですけどね自分の中では 2, の2着率も3着率もうん,うんそうなんですね、はい、知らなかったです <laughs> えこ自分はそのレース展開はこまくるのが得意だったりえー、どうですかね昔3球入る前までは、はい、そうだったかもしれないですあ もう一年以上前の話で乗 <laughs> ってないなくて、はい、もうどうか分かんないですけど、はい、練習にもじゃもちろん全然ってない,ですいけてないです,、はい、ですよね。えー、ねもうさっき本当にあのファンの方とこう触れ合ってるのを見ててもう皆さんがもう復帰楽しみにしてるよって、ね、すごい声をかけてくださってました。はいはい、そうで自分の中では 温かく、もう本当にもう温かく見守ってほしいです。<laughs> 見守ってほしいです。見守ってほし,しい。はい、復帰したら、はい、そんなね、もう平山さんみたいに復帰即優勝とか絶対無理なんで。はい、もう本当に長い目で見てほしいと思います。長い目でね、はい、復帰に向けて。まあね、お子さんね、預ける保育園の問題なんかもね。あるみたいですけれども、はい、こう、まあ。 まず何から始めましょうかね。痩せます。痩せます。はい、はいとりあえずうん。まあね。自分のこうレース魅力としてまあ、どのあたり応援してもらいましょうかね。ええー、どうですかね、うん？うん、やっぱりそのこう。皆さん持ってらっしゃるイメージあると思うんです。けれどもやっぱりこうね。黄色あたりからこう攻めて。 4とか5とか、うん、あの辺りからこう攻めていっていただくレースがもう何ですかね、はい、こう魅力的というかう、ね、はい頑張ります、その辺からその辺から, <laughs> 辺からね練習ねいつぐらいから始められるんですかね。どうしましょうね、うん、預けれたらねすぐにでも行きたいんですけど。 旦那さんの練習の状況っていうのはどうなんですかいつもでできるんすか開催中は GI、GI 以外だったら女子戦はできないんですけどそれ以外ならできるんでじゃあ行こうと思ったらそうですね旦那さんが2月の半ばから休みなのでフライングでそのとぐらいに行けたらいいかなとは思ってるんですけどじゃあね。 もしかしたら丸亀で練習してる姿が2月あたりに見れるかも寒いんでわかんないですけどねはいはい <laughs> かもかもですかもし、はい、れない暖かい時期とこう寒い時期こうどうですか調整はどっちが得意へ寒い時期の方がやりやすかった気がします寒いやりやすかったもう記憶をたどるみたいな感じに、はい、忘れました忘れましたか、はい、じゃあまた デビューした気持ちに戻って写真に帰ります。写真に帰って一個一個階段をそうですね登っていっていただきたいですね。えじゃあこっからじゃあ目標を立てるとしたら近い目標近い目標ですか。はい。とりあえず痩せます。とりあえず痩せて痩せて。痩せて。はい。筋肉をつけて。はい。とえっと練習します。頑張って。練習して。はい。 まあ一気で A 級とか慣れたらいいですけどねわ<ー>かんないんで、はい、とりあえず練習いっぱいします、はい、慣れるようにファンの皆様もしっかりと応援お願いいたします以上をもちまして中村選手のトークショー終了となります、はい、どうぞファンの皆様温かい拍手でお送りくださいありがとうございました